小川広造は、日本の都市計画家、交通計画の研究者、家人、岩手大学や北海道大学教授を歴任した。岩手県生まれ、学生時代から短歌をよくして、歌詞、地中海や満州短歌の導人として活動。1975年には、カルル教で第11回短歌研究賞を受賞した。1937年、 北海道帝国大学工学部東北工学科卒。在学中の満州事変勃発を契機に大陸に、志を抱いたという、満州や朝鮮へ実習を兼ねて訪れている。大学卒業後、南満州鉄道株式会社へ入社する。1943年、現職のまま応答亜小食宅として、東南アジア諸国の交通実態調査を命じられ、 翌1944年から1946年まで、ベトナム、カンボジア、タイ王国、マレーシア、ビルマなどで調査に当たる。この問い、在仏院日本大使府食卓、省庁事務時間に相当する、仏領インドシナ土木局事務干渉補佐を務める。1946年5月に帰国し、運輸調査局食卓。1947年、 郷里の森岡市に交通調査業務を目的とする東北建設事務所を設立。1961年、東北開発研究会を発展させ、東北経済開発センターを設立。機関し、東北開発研究の編集委員、また、岩手大学に東北開発研究所を設立する。1963年、北海道大学工学部土木工学科教授に、 天人。新設された交通計画学講座を担当し、交通計画、都市計画、地域計画のほか土木誌、土木実母の研究に斬新で独自の学問体系を開拓。1974年、北海道の開発を理論面から指導した功績により北海道科学技術賞を受賞。百七十五年、北海道大学大学院に新設された、 地域計画学講座担当教授。専門分野の著書では、歌人としては、月下の山など4冊の歌集を残している。ありがとうございます。